皆様、こんにちは。こんにちはだぜ。今日はこの、エレベーターっていうホラーゲームやっていくわよ。なんかタイトル画面からしてヤバさ全開じゃないか？タイトル画面からこちらの覚悟を試してくるタイプのゲームね。その挑戦、受けて立つわ。霊夢がいつになく頼もしいんだが。それじゃ早速ゲームスタートよ。もっと心の準備とか。始まった？どこだここは？どこかの建物の廊下に立っているのね。誰もいない。開幕から不気味なのぜ。廊下の奥に何かあるかしら。廊下の両脇にドアがある？そうみたい。開けられるのかしら？反応がないな。ドアノブが絶妙に光って見えるけど、動かせないわね。奥に何かあるな。エレベーターか？そうみたいね。ここのドアは？ダメっぽいな。エレベーターを調べてみるのぜ。いいでものにインタラクトできるみたい。よし、ボタンを押したぞ。エレベーターの駆動音がするわね。来たか。意外と綺麗で普通のエレベーターっぽいな。どうすればいいのかしら。適当にボタンを押してみましょ。おお、動いてる。音だけだと上に行ってるのか下に行ってるのかわからないわね。そろそろ着かないかな。着いたみたいよ。うわ、なんだここ。周囲が肉肉しい感じになってるわね。めちゃくちゃ気持ち悪いんだが。ハンバーグみたいね。ハンバーグはこんなに気持ち悪くないってハンバーグに謝れ。あら、大きな眼球がいっぱい。なんなんだよここは。あら、これは一体？懐中電灯？綺麗な青い目ね。懐中電灯だと周囲のグロさが際立つな。エレベーターに戻りましょ。とっとと他の階に移動しないか？周囲がグロすぎるのぜ。はいはい。それじゃ行きましょ。扉を閉めてと。次はもうちょっとまともなフロアでお願いするのぜ。逆に遊園地みたいなとこについてもそれはそれで怖い気も。お、着いたか？あら、扉が開かないわね。扉を開けるボタンを押したらどうだ？あら、ドアが閉まっちゃった。さっきのフロアよかましだが、奥が暗すぎる。懐中電灯があってよかったわねー。あれ、ドアが開いているな。中に何があるか覗けるかしら？こちらの糸を察知したのか、閉まってしまったな。さらに奥を目指してみましょう。奥がはっきり見えないのが嫌な感じだな。なんだこいつ？ぶつかったけどそのまま通り過ぎていったわね。もうやだこの空間早く脱出したいのぜ。さっきの怪物はここのドアから来たのかしら？開かないわね。はぁ、エレベーターに戻るか。やっぱり開かないわよね。戻りましょう。もはやこのエレベーターが実家と言っても過言ではない。安心感あるわよね。一生エレベーターから降りたくない。エレベーターへの熱い愛。タイトル回収来たわねこれ。別にラブがあるわけじゃねえけど。いやだ、絶対降りないぞ。こんにちは。大丈夫ですか？霊夢、どうしてそんなに近寄るんだよ。別の階に移動しようと思っても無理そうよ。この階で何かしないとダメっぽいわね。マジかよこの階に降りるのか？ちょっと横通りますね。普通に通れた。さっきの化け物が通ってる。後を追うことはできなさそうね。奥に紙が貼ってある？ここですることは何もないって書いてあったから帰るか。怪物が通った道も調べたけど通れないわね。実家に帰りましょ。すっげー見られてる。また横を失礼しますよ。はぁ、もう一生エレベーターの中で暮らせばよくないか？確かに。ちょっと手狭だけど綺麗だしね。なワイヤーが切れたのかしら？だってこういう時は落ちるエレベーターのゴンドラと一緒に連絡すればいいので。やばい音を立てて墜落したわ。これはもう助からないわね。助かるもん助からないって言うな。あら？一応生きてるみたいね。実家は壊れちまったけど、直せばなんとか。ボタンは反応しなさそうかしら？ダメみたいなのぜ。天井の穴から出るしか。うわ、霊の眼球。なんでだよどうしていきなり襲ってくるんだ。一体どういうことなのかしら？終わった？結局どういう世界観なのかも、目的もよくわからなかったわね。まあタイトル画面からしてヤバゲだったしこうなるのも仕方ないか。ストーリー性はなかったけど、不気味な雰囲気はなかなか好きだったわ。こういう短編で怖さを凝縮されてるゲームはなかなか心臓に悪いのぜ。
意外と見た目が怖い怪物が危害加えてこなかったわね。それは確かに意外だった。それじゃ、今回の実況はこんなところかしら。ご視聴ありがとうございました。またなー。